どうも、タカチャンネルのタカです。はい、皆さん、新年明けましておめでとうございます。と言ってもですね、これ2022年に撮影している動画ではございます。はい、皆さん、どんな1年にしようかなって、もう今からね、年が明けてワクワクしてるんじゃないかなと思います。で、年が明けるとですね、皆さん何を新調しますかっていうと、やっぱりお年玉とか色々もらえると思うので、身の回りのね、ガジェット類を一新させたいなって思うと思うんですよ。僕自身も、まあ実際にですね、今一番一新させたいものは何なのかっていうところで言うと、モバイルバッテリーです。っていうのが、なぜかっていうと、やっぱりですね、スマートフォン、日々日常的に使います。で、僕は特に、まあ動画撮影で使ったりとか、あとカメラ、あとはね、ウェブとかを見たりとか、ゲームとか、この4つがですね、一番よく使うスマートフォンの使い道ではあるんだけども、これらを使う上でですね、やっぱりこう、電池持ちっていうのはですね、いくらいい最新の iPhone とか、Android を使っていたとしてもですね、やっぱりこう、一緒に付きまとう問題だなと思っていて、で、今現在ですね、使ってる、モバイルバッテリー、これね、前回の動画で、ご紹介をさせていただいた、まあ、4-in-1 の、まあ、仕様のですね、モバイルバッテリーがなるんですけど、これね、非常に便利ではあるんだけども、ちょっと一個問題点があるとすれば、ちょっとね、まだ僕の普段着ている服とかに、入れるにおいてですね、ちょっとまだ厚みがあるなっていうところがあるんですよ。で、皆さんもおそらく経験があるんじゃないでしょうか。例えばですね、ジーパンとかですね、チノパンみたいな、ああいうね、ピチッとしたズボンの時に、こういうちょっと厚めのモバイルバッテリーだと、例えばね、こういう風にマグセーフでくっつけたとしても、ちょっとポケットに入れるのは難しいなっていう風に思われた方いません？で、そういう人に今回はうってつけのですね、世界で一番薄いですね、モバイルバッテリーを紹介しようかなと思っております。今回紹介するのはこちらです。プシュー。こちらのですね、マグスリムというですね、世界で最も薄い極限を追い求めた8ミリの超薄型ワイヤレスモバイルバッテリー。こちらをね、紹介していこうかなというふうに思います。はい。で、こちらのマグスリムを開発したところなんですけど、フォトファーストっていうところの会社があるんですけど、そこのですね、最高傑作になっていまして、フォトファーストさんはですね、今までもこんな感じでですね、過去2004年から今の2023年に至るまでですね、様々な、iPhone 用のデータバックアップ製品だったりとか、それこそ、モバイルバッテリー製品とか、どこにもない一風変わった製品をですね、開発してきました。で、今回もまたどこにもない一風変わったですね、薄いモバイルバッテリーになっていますので、今回もですね、ぜひ、皆さん、あっと驚くかなと思います。で、しかもこれ、現在ですね、クラウドファンディング中で少し安く買うこともできるので、ぜひお年玉もらったそこのあなた、あとはですね、ボーナス、使い道、まだ悩んでるとか、それこそね、年明け、セール時期とかなので、何買おうか迷ってるって人もいたらですね、こちらご紹介しますので、ぜひ購入してみてください。ね、現在こちらに関しましては、幕開けというクラウドファンディングサイトの方でですね、出資を行っていますので、ぜひですね、出資期限が残ってる間に購入していただくのが一番お得です。で、これからこちらご紹介するにあたり、特徴3つだけご紹介すると、特徴としてはこんな感じ、極限を追求し、さらに、追い求めた結果、マグセーフ業界で驚異的な薄さ8ミリ。こちらをですね、実現した形になっています。で、さらには1ミリ薄くするために1年をかけてフォトファーストが独自のですね、高エネルギーの密度電池セルを開発した形になっていますので、その薄さ、今回ね、こちら前回もかなり薄いっていうところでご紹介をさせていただいたモバイルバッテリーあるんですけど、そのモバイルバッテリーと比べさせていただくので、その薄さ、体感ください。で、最後が滑らかなエッジ加工になっていますので、視覚的なところもそうですし、あと触った時のですね、手のフィット感っていうところもですね、非常にフィットしやすい形になっております。そこもですね、ぜひ皆さん、見ていただければと思います。それでは早速こちらのですね、今回フォトファーストさんが開発したマグセーフモバイルバッテリー8ミリの、こちらマグスリムですね、ぜひ皆さんと開封していきましょう。レッツ。はい、お待たせいたしました。今回ご紹介するのがこちらです。マグスリムでゴールドバージョンを、今回メーカーさんからご提供いただいております。はい、もうね、実際これ自体は何回か使ってはいるんですけども、もう一回ね、ちょっとパッケージの方は入れさせていただきました。はい、中に入ってるのはですね、こんな感じで、モバイルバッテリーと充電ケーブルと、あとですね、日本語対応のこちら、マグ
スリムのパワーバンクのですね、説明書という形になっております。はい。で、今回ねゴールド提供いただいたんですけど、ゴールドの色もですね、MacBook に近いような形の色になっているので、 Apple 製品とかそういったものともですね結構マッチはしやすいかなと思います。で、このゴールドの色の他にですね、スペースグレーとか、グローイングパープル、あとローズゴールドっていう形で、これはピンクっぽい感じの色かな、そういう感じの色合いになっていて、男性から女性まで使っていただきやすいと思います。ゴールドの色もね、シャンパンゴールドになってるので、そんなねギラギラしたような金色ではないので、ナリキンっぽくもなくて、すごい使いやすいなって感じがします。はい。で、早速ちょっと製品仕様からまずご紹介させていただくと、製品仕様としてはマグスリムの磁気ワイヤレスモバイルバッテリーというのが商品名になっていて、こちらね重量としても 117g になっているので非常に軽いです。はい。で、サイズ感としては 66mm×105mm×8mm になっていて、これワイヤレス出力としては iOS でも Android でも一応充電は可能です。はい。で、 iOS の場合は 5W7.5W、 Android の場合は 10W15W なので、 Android の方が若干ね充電効率としてはいいんじゃないでしょうか。これ一応ここの下の方に Type-C で、中にね給電するようなことができるような吸入口が入っていまして、で、電池セル種類としてはリチウムイオン電池セルを使ってるって感じですね。で、使用環境温度としては0から50度の間で使ってください。一応この薄さなんだけど、この電池セルの容量としては 5000mAh まで入っています。なので結構ね、長持ちするので、1日ね出かけるとかであれば十分なお供になるんじゃないでしょうか。で、充電規格としては PD3.0 もしくは、PPS-QC4Apple2.4A っていう形になっていて、で、付属のケーブルに関しましてはこんな感じ A2C のケーブルがついてくるっていう感じです。はい。で、その他にですね、オプション品とかもありまして、オプション品とかで、C2 ライトニング、もしくは、C2C のケーブルがついてくるといった感じになっております。はい。今回はね、ちょっとこれのみがついてきたか、今回は本体のみだけお借りしているので、そこら辺のところの使い方に関しては、自分のね、持ってるケーブルでちょっと試させていただこうかなと思います。はい。今回のこのバッテリーなんだけど、まず皆さんに何と言ってもご紹介したのがこの薄さです。はい。このマグスリムはまさに iPhone ファーストその持続的な利点を実現してですね、他社競合品との差別化が可能な点を、吟味して1年かけてこの薄さにたどり着きました。はい。先ほどご紹介した製品とですね比べてみても、これぐらい薄さが違うんです。結構これも薄く感じてたんじゃないでしょうか。皆さんどうです？めっちゃ違うでしょう。全然薄さが違うかなと思います。はい。これこの薄さにするのはかなりの企業努力をですねしてるんじゃないかなってやっぱり感じますね。はい。で、これ台湾のクラウドファンディングサイトの、ゼックゼックっていうところがあるんだけど、そのところでもすでにもう販売は終わらしていて、実績としてもサポーター数が5900人で、応援購入台数としても7000台を超えているんですよ。それぐらい実績があるっていう形なので、やっぱり世界各国から見てもモバイルバッテリーの薄さって結構ね重視されてるので、そこをやっぱ狙い目にしたのはすごいなって感じがしました。はい。で、皆さんね、これだけ薄いと一つ、まあ疑問点っていうのを、感じるんじゃないでしょうか。やっぱね、この薄さこれぐらい8ミリ未満とかにして、そういう挑戦をするのはいいんだけども、薄くなればバッテリー容量とかそういったものも減るんじゃないのっていう風に思われがちだと思うんですけども、しかしこのマグスリムに関してはですね、実際そこら辺のところ違います。はい。これは1ミリ薄くしたんだけども、バッテリー容量を犠牲しないためにフォトファーストは1年かけて独自の高エネルギー密度電池セルっていうのを開発したんですよね。で、これ最も高価なコバルトを含む金属元素の割合を増やすことで、電池セルのエネルギー密度と安定性を向上させ、熱さを減らしながら 5000mAh っていう 高容量を実現した形になっています。実際使用する際にもめちゃめちゃ使用しやすくて、これマグセーフ対応のケースなんだけど、これにもうただくっつけるだけで、くっつけたらもうここの部分が光って充電が開始されるみたいな形なので、これはね、結構 iPhone にとってはですね、めちゃめちゃ使いやすいんじゃないかなって感じがします。しかも、これ持った時すごいのが、薄すぎるからこそ、本当にね、なんかマグセーフついてる感が一個もないのよ。
うん。なので、携帯の操作がとにかくしやすいっていうところも含めて、これは結構いいなって感じがしましたね。この、ワイヤレス充電っていうところでも、従来品とかであれば、なんかボタンを押してからじゃないと充電ができないとかもあるんだけど、もうそれが一切なくて、ただつければもうすぐ充電が始まるっていうところからも、これは結構僕的に、この充電ファーストがすごいしやすい、設計をしてるなっていうふうに思いました。うん、なので、これ結構 iPhone との、使い方としてもすごいいいと思います。はい。すぐにね、充電が始まるので、結構互換品って、つけてから、充電起動するまで、かなり時間が経ちやすいんですけども、そういうことも一切ないなって感じがしますね。はい。で、特に、この、磁力的なところで言うと、めちゃめちゃ強くて、これ今、マグセーフ対応のケースで使ってるんだけど、これマグセーフ対応ケースだったらもう、振っても全然落ちないのよ。で、なおかつ、ゼロコミっていうのも全然起きる感じがしないので、そういう意味でもですね、ポケットとかにも入れやすいかなって感じがします。はい。これだけ薄いのにもかかわらず、これ一個便利なところがあって、先ほど言ったように、これオプション品で C2C もしくは C2 ライトニングのケーブルが選べるんですよね。で、それを選ぶことによって、どういうことができるのかっていう風に言うと、これね、タイプ C のケーブルをここ1本挿してください。例えば、今持ってるやつで言うと、ちょっとデスクの上にあったこういった C ケーブルをこの C のところに挿してもらって、で、こっちの C のところにですね、例えばなんだけど、そうだな、こういったタイプ C 対応のイヤホンあるんだけど、このイヤホンを挿してください。すると、こういった感じでですね、イヤホンも充電しつつ、なおかつ、iPhone も充電しつつって形になってるので、2台同時に充電することも可能なんですよ。なので、例えばね、今回僕はこういう C ケーブル対応の、イヤホン使ったんだけども、例えば C2 ライトニングだったら、全機種の AirPods Pro も使えるし、C2C にしてあげれば、それこそですね、新しい AirPods Pro のケースとかにも対応しているので、iPhone と親和性の高いガジェットを同時充電できるっていうのは、結構僕的に使いやすいメリットになってんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。で、一応これに関しては、過充電とか、過放熱、あとは、加熱、炭炉とか、異物検知などの、スマートな防衛機能を備えた、一応 PCM 回路っていうのが中に入ってるんですよ。なので、まあ、火事にもなりにくいですし、爆発とかそういったものも起きにくい、この製品になってるので、かなり厳しい試験を受けた上での安全設計になってるので、そこも使っていただきやすいんじゃないかなっていうふうに思います。で、今回僕この長いケーブル使ったんだけど、皆さんがオプションとかで、選べるストラップが型のケーブルっていうのはちょっと写真にはなるんだけどこんな感じになっていてケーブルの、先がストラップになってんのよ。なので普段持ち歩くときはここにストラップ形状のやつがつくからこそ、まあケーブルを忘れにくいし持ち運びもしやすい形になっております。で一応ケーブルを挿すところがストラップ穴開いてるので好きなストラップとかを差し込めば例えばね今時はあんまする人がいないかなけどもスマホにストラップをつけたりとかもしやすい形になってるのでそういった使い方とかもしてみるのもありかなっていう風に思います。はい。それじゃあ最後こちらの、マグスリムですね、皆さんと一緒に、まとめていきたいなと思います、まとめてはい皆さんいかがだったでしょうか。今回ねこちらの、史上最薄の 8mm モバイルバッテリーを紹介させていただきましたよ。どうでした？めっちゃ薄くない？うん。こんなに薄いと僕も思わなくて、届いた瞬間、薄っていう風に思いました。うん。で、結構やっぱりね、薄いからこそ、手のフィット感めちゃめちゃいいんだよね、これ。なので、それこそですよ、こういった iPhone で、なんかこの、後ろにつけるマグセーフモバイルバッテリー、厚めだから、ちょっと今まで使ってなかったっていう人もですね、今回のこれだったら、もうほぼケース触ってんのと変わんないぐらいになっていて、手で持つ時のこういう風なね、ちょっとしたこのくぼみのところにちょうどいい感じにフィットするので、これ僕いいなって感じがしました。うん。で、充電中も特に熱くもならないですし、あとね、ここの部分にインジケーターがついてるので、残りのバッテリー残数もわかりやすい形になっていますので、ここら辺も含めて、この薄さは衝撃的だなっていう風に感じましたね。うん。で、使ってみていいところ悪いところ言うと、こんな感じになっていて、まずいいのが圧倒的な薄さっていうところですよ。で、あとは、このフィット感も結構いいっていうところと、余計なものがついてないこのシンプルさっていうのもすごいいいと
と思います。で、あとはこの薄さなのにもかかわらず2台同時充電ができるとか、そういったところもすごいいいなと感じました。じゃあ一方ちょっと残念かなっていうふうに思ったところで言うと、それこそ Android とかだったら 10W、15W っていうところで結構いいんだけども、ちょっと iPhone とかになると 7.5W っていうちょっとね充電効率としては低い形になっていますので、iPhone との相性はいいんだけども、ちょっと充電に関してはそこまで早くないよっていう風に思っておいてください。はい。こんな感じで今回の動画終了させていただきます。こちらね、今回、フォトファーストさんから出てる 8mm の極薄、マグセーフバッテリーになっております。ぜひ皆さん、幕開けの方で支援をしてみてください。それでは、今年もよろしくお願いいたします。今回も動画視聴ありがとうございました。じゃあ、